次元式からくりの城。いやこれねすごいコースだったんで紹介したいと思うんですが、これね見てほらピッピッピとオンオフのタイミングが完全に一致するんだよね。ほらすごくないこれ。いやこれねスクロールコースとかね、この止まった画面の中なら僕でもいくらでもできるんだけど、これねほら見てスクロール使わずにほら完全一致してるの。ほらこの下のさ点滅とほら上のオンオフが完全一致してるの、やばくないこれ。どっかで完璧にタイミングを合わせてるってことなんだよね。でもって、これで上に行って、ピッピッピッボヨーンと OK、これで赤コインも取れました、フラワーも取れましたと。いやよくできるよねマジで。ピッピッピッ、ほら赤と青がほら完全一致してる、このオンオフとこの点滅が。なんちゅうコース、よくこんな調整するよね。これ多分さやりたいと思った人結構いっぱいいたと思うんだけど、あの簡単にこれできなかったと思うんだよね。30コインゲット、それをこうやって作っちゃうという、さすがさすがのコース。のこのこさんは燃やす、のこのこさんは燃やす、あ違う、ゲームでもってこいつを持って、ここなにここなにここなに、フラワーがあるけどフラワーはありますよと。よいしょ、ピッピッピで避けて避けて、今のうちにこっちはいける。ピッピッピ、なにこれ、ミサイルが飛んでくる、飛んでこない、ボム兵が飛んでくる、危ない。あよかった、持ってよかった、持ってよかった。のこのこのコーラピョイーンとこっちに左に行くと、あここでピンコイン2枚目を回収、50コインがある。どこ50コイン、どっから取るの。走って走って走って、こんな感じだ、よーし来たー。これで50コインをゲット。さあ戻っていきましょう。はい、ただいま戻る前になぜかチビになった、悲しい。ダメージを受けまくったベルリキ。これはなるほど、アリちゃんが右左と出てるからこうか。はい、アリちゃん運んで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 いやこれさオンオフとこの点滅をこうやって合わせるのだけでも面白いんだけど、それとこのギミックを合わせるのすごく面白いよね。このギミックを合わせてこのオンオフの、このコンベアと、この点滅と合わせてうまいこと使ってる。いやめちゃめちゃ楽しいこのコース。さあ中間が取れましたと。フラワーゲット、フラワーをゲットして、次が上に行って、痛い痛い、フラワーください。あもう出なかった、もう出なかった、悲しい、危ない。これで、危ない危ない、ここはまだ行けないから、あいいね、ここで信号みたいに今度は右が跳ねますよ、今度は左が跳ねますよってやってるんだ。まあすごい作りもすごい綺麗だなこれ、すごいなあ。でこれは真ん中は動かないけど右と左の砲台が動いて、うわ機械チックですごいなこれ、すごい楽しい。コインゲットして、あんなところにピンコインがあったっていうことは、これで今のうちにこうやっていけますよと。はい、これで上に上がる、とりあえずキノコゲット、ピッピーじゃん、オッケー。これで切り替わってピッピッピー、オッケー、いけました、ピッピッピー、いけましたと。オッケー、ピンコインゲットして、さあ下に戻っていきましょういやこれはね、いやあの普段ねこれ計算コースとか作ってる人のコースなんだけど、いやまさか普通のコースでもねこんなにクオリティが高いとは思わなかったね、スーパークオリティが高いと。でもね、フラワーもゲットありがとう。この辺のブロックの配置もすごい好き、原作愛が伝わってすごい好き。でもって上に行く、こいつ何、こいつは、オンオフでピッピッピで変わるから、オンの時はこれ進むんだよね、オンの時は進んでオフになったら止まっちゃうんだよね。止まっちゃう、これもなんかいろんなアイデアまだ使えそうだよね。とりあえずコインをゲットしましょうと。こっちは何もないかな、こっちは何もなさそうだから戻っていこうと。よいしょ、あでこのブロックがあるから戻るときに安心して戻れる。さあ、次は、ピッピッピッとオンオフが切り替わって、まだいけないな、いやいけるか、まあ、いや1回また1回、あージャンプが遅れた下の方何、ピッピ下の方何、あコインがある、あれどうすんの、あれどうすんの、あれどうすんの、このコインどうしたらいい、のこのこか、のこのこさん、のこのこさんジャンプ、のこのこさんさっきどっかいたよね、ごめんさっきは、違う違うガロンさんだった、あれじゃあどうするんだ、50コインの取り方わかんないな、ジャンプ、上に行って、あ待てよ待てよ、ピンコインがあったのでとりあえずピンコインをゲットして、はい、いけました。よいしょ、上に行って上に行って、いや下が気になるな、下気になるな、待って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 、ピッピッジャンプ、このコインどうしたらいいんだ、ピッピッ
ピッジャンプ。これ取り方わかんないな。とりあえず先に行くか。先に行こう。ピッピッピッ、よいしょ。でもって下に降りて降りて、オッケー。あ、待って、でもなんかここあるよ。これ何、これこれ何、行けた行けた、何これ。はい、ここに入ると何これ。あ、ボーナスゾーンか。これボーナスゾーンっぽいぞ。コインをいっぱい取ってから、あ、ありがとうありがとう。これ下何、何かある、何かある。危ない。死ぬじゃねえか。これ入れたりする、入れたりはしなかった。ね、もう片方も多分入れないよね。ピッピッピッ、一応試すか。死にたくないけど。はい、よいしょ、入れるじゃん。なぜかこっちは入れるぞ。あ、さらにボーナス。こんな難しいの、こんな難しいの用意してくれたの、ありがとう。結構いいよ、いっぱいゲットして、じゃあ戻っていきましょうと。細かいところまですごい作り込んでるね。じゃあこれで、あとはここに入ると、なるほど、ここから出てくると。あの50コインの取り方だけ分かんなかったな。どうしたらよかったんだろう。やっぱりノコノコの甲羅を持ち越してって感じだったのかな。とりあえずこれで中間を取れて、時間がない、急げ。さあ次は、この多分オンオフを使って、あーすごい、ピッピッピで、あーすごい、ピッジャンプ、よし。うわー、これボス戦もすごい面白い。ピッピッジャンプ、うわー、よくできてるこれ。いただい、ポン、危ない、あ、やったやった。もう一回ピッピッピをよく聞いて、ピッピッジャンプ、オッケー、いけたー、これでクリア。はすごいよくできてる。ジャンプ、これで入る。さあすると、あ、ピンコインがあって、あのピンコインを取れば、仕掛けを見せてくれると。あの説明文にね、仕掛けを見せてあげるよって書いてあったんでね。これが仕掛けですね。ほら、うまいことオンオフと、点滅ブロックが完璧なタイミングで移動してる。いや、これすごいよね、マジで。だから多分普通にあの普通にやるとタイミングが微妙にずれるところを、あの微調整で、あの完璧に合うように、あの真ん中の方の仕掛けでやってるんだろうね。青スネークブロックのさ、あのキラー放題、あれ若干ずれてるじゃん。あれが肝だと思うんだよね。あのピタッと壁にくっついてないじゃん。あのわずかな差が、あの完璧にこうこのタイミングをコントロールする肝だったんじゃないかなと思いますね。いや、これは素晴らしい仕組み。マジで完璧に変わるもんね。ぴったり変わる。いや、これはすごい。あれ、この扉なんだ。ああ、これもう一回見せてくれるってことか。こうなってますよってのを見せてくれるってことだね。さあこれで一アップゴールド、透明土管で GG になっているおしゃれ。いや、これはめっちゃびっくりした。スクロール使ってたったら僕も思いつくけど、いや、まさかこんな微調整で完璧に合わせる方法があったなんて。目チカチカ注意、マリメの最大限の眩しさ作ってみた。さあ、眩しさコースっていうのは、まあ好きかどうかと言われると、まあ好みではそんなにないかもしれないけれども、まあでもね、最大限って言われるとね、逆にちょっと気になっちゃうよね。さあ、ということで早速入っていきましょう。右はゴールってことなんで、これ、いや、まだ全然、いや、これはまだ綺麗な方だよ。確かにチカチカはしてるね、チカチカはしてる。これちょっとね、ぜひやばい爽快コースを一回遊んでみてほしいね。ドゥルルドゥルルピュ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 ってやつ。いや、一回遊んでみてほしい。いや、まだ全然可愛い、この輝きだわ、これは。可愛い輝きだった。あ、そしてゴールデンマリオ綺麗だね。いや、この人はね、いいコース、なんかちゃんと作れそうな人の気がする。はい、ということで、マリメの最大限の眩しさ作ってみた。皆さんもよければ遊んでみてください。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。